こんにちは、今回もねお題目をいただきまして、こういう状況ならどうするということだったんですけども、全てね答えていけるかどうかちょっとね分かんないですけど、というのが具体的に何を聞いてるのかっていうのがいまいち分からなかったんですよ。なんでこれのことを聞いてるんだろうなっていうことを何点かお答えしますので、ですんでね、ここは漏れてるよっていうのが分かりましたら追加でご質問いただければと思います。まあこういう場合はね、箇条書きにしてこれとこれとこれについてお答えくださいってやると私も答えやすいかなというところでございます。まあでもね、私の受信力を持って多分漏れなく回答できると思います。まずはですね、前後すると思いますけども、この YouTube 活動と FX 活動を、この2つをビジネスの柱とするときですよね。当然ですけども、YouTube をこれから始める初心者レベルで、FX をこれから始める初心者レベルで、収入が上がるわけがないんで、始めて、多分ね、1年から3年は、この YouTube と FX ってのは無収入になると思います。まあ、ですんで、その間の生活費がどうするかとかね、その間の経費はどうするかっていう問題を何とかしなければなりません。これについてはどのように考えていけばいいのかっていうお題がいただけなかったですね。ですんで、私の想像で答えますけども、そういったコストを全然かけずに YouTube をやる、FX をやる。要するに飲まず食わずでやるということですよね。そうすると3ヶ月くらいでどんなに頑張っても餓死しますんで、そこで終わりです。3ヶ月もいらないと思いますよね。2週間かな。ちょっと私は経験がない、飲まず食わずの経験がありませんのでね、何とも言えないんですけども、そのお金がない状態で YouTube と FX 以外はやっちゃダメってことでしたら餓死しますんで終わりですね。使える条件として生活保護を使っていいとかね、その他誰かの援助を受けていいってことでしたら、ちょっと全然行動パターンが変わってきますし、はい、すいません、動画が一旦切れてしまいましたけどね、一番最初にあるのが YouTube でも FX でもなくって、そういうふうなね行政手続きっていうことになってしまうんで、おそらくですけども行政手続きをしながら YouTube や FX ってのはできませんので、まあ YouTube はね行政手続きをずっと YouTube で流すみたいなことできるんですけども、 FX ができなくなっちゃうんで、まずはこういったものを使わないってことになるのかなと想像しますけども、いかがでしょうか。で、これからね本題に入っていきます。本当にね回答が穴だらけになると思います。ちょっと前提条件が見えないところが多すぎて何とも言えないんですけども、できる限り回答すると、まずは法人は絶対作りますね。私はね言ってるように、バイトしようが会社員だろうが、もう何にもしてない、まあ、フリーター、プータロー、わかんないですね、引きこもりだろうが何だろうが、人間が生きるってことはもう法人作ること以外には考えられないと思ってます。そのぐらいメリットが大きいんで、法人を作っていきますね。もうなんかここまで言って法人作らないんだったら、もうね、お金に関して興味がないと言ってもいいぐらい、法人のメリットが大きいわけですよ。ここまで言ったんだから法人のメリットが何なのかっていうのはもうね、探してほしいなと思います、各個人で。で、法人がない状態でソフトバンクって成り立つかってことなんですよ。ソフトバンク今回大きな赤字出しましたけども、じゃあ、あらゆるね、利益を出してる組織っていうのは法人なわけですよ。で、この現実を見るだけでも、なんかわかんなくても法人作った方がいいんじゃないかなっていうふうに感じなければなりませんよね。で、そもそも法人を作るメリットがなかったら、法人って制度がないわけですから、絶対に使った方がいいと思います。はい。それをね、ちょっと強く申し上げて、で、法人を運営する上で、税理士さんにどう相談するのかとかね、いう言葉が出ましたけども、法人作るってことはイコール担当の税理士さん、社労士さん、会計士さん、弁護士さん、この4種類のうち1つ以上、できれば4つ全部を顧問として迎えることになります。これも込みなんですよ、法人をやるってことは。もちろんね、優秀な事業の方が1人いれば、他の部分もね、分野もカバーしてくれるってことはありますけども、やっぱりね、社労士さんを軸に置いて、社労士事務所の中に会計士さんがいて、日々の企業会計をしてもらうっていう形で、毎月ね、数万円から10万円弱の顧問料って形を軸にして、で、弁護士さんっていうのはそれに基づいて決算の時に、まあ、お願いできるような形ね。決算っていうのは20万円から30万円かかりますけども、そういうところにお願いして、あと税務上特に重要な相談がある時は別で顧問料をお支払いして、その税理士さんとのつながりを考えていくってことをね、準備するかなってことです。で、弁護士さんも当然ですけども、企業活動したらいろんな紛争とかね、専門的に判例を見なければ判断できないことってあるわけですよ。それを自分一人やってたらとてつもなくね、事業なんてできて、成り立たないんで、そういうふうな判例とかね、弁護士さんの弁理士と言ってもいいですけどね、そういうふうな業務に関しましては専門家に投げていかないと、とてもじゃないけどやってられないんで、私はこの4種類をどんなに赤字の時でも支払いを2年間私は滞納してまでね雇ってましたね。これ本当ですからね、私は税理士さんに2年間その顧問料払ってなかったんですよ。
というのが、顧問を受けてくれた時に、今だから言うけどねっていうふうに、ね、最近言われたんですけども、最初に私のね会社を見た時に、もうこの会社何をやってるんだ、大丈夫かと、飛ぶんじゃないかっていうふうな状況の中で私の、まあ、依頼を受けてくれたんですよね。でなんでそれをしてくれたのか分かんなかったんですよ。当時もうね、黒字のくの字もなくって、赤字がもう累積してて、会計もデタラメで、もうどうしようもない会社の筆頭に上がってたと言ってましたね。でしかも顧問料払わないと、全然毎月毎月督促来ても払わないというね、そんなのが2年続くわけなんですよ、うん、でそんな会社だというふうに言ってね、よくね本当に付き合ってくれたなと思います。今はねもう本当に全力で恩返ししてるところなんですけども、まあ、本当にね顧問料払わないのはもう論外ですけども、私は論外なんですけど、そういうのは全然自慢できることはないんですけども、そのぐらい私は事業が大事だと思ってるんですよ。社員さんを毎月15万とか20万で雇うよりも、顧問料毎月5万払って弁護士さんを毎月顧問につけといた方が絶対にいいと思ってます私はね。もう社員さんなんか、要するに誰でもできることしかできないような社員さん一人なんて本当に無駄銭だと思うんですよ。でこれはね恐ろしい考え方ですけども、ほとんどの方がそういうふうに思われてるって考えた方がいいです。誰にでもできることしかできない人ね、誰にでもできることしか私はできませんっていう人が、なんで毎月15万とか20万もらえてるんだって話なんですよ。で弁護士さんとか社労士さんとか会計士さんで、毎月の顧問料安い時に3万とかね、高くても10万前後なんですよ。ってことはせっかく資格を取って事業になってもね、弁護士になってもその社労士になっても何にもできない社員さんより給料むちゃくちゃ安いってことなんですよ。でそう考えた時に私はね、コストパフォーマンスがいいのはスタッフを雇うことではなくて顧問を持つことだっていうふうに感じて、そこから法人を立ち上げる軸を作りましたね。もちろん苦しいですよ。ずっと赤字なわけですから、顧問料なんて払えるわけないじゃないですか。でもそれをどういうふうに交渉して待ってもらうのか、自分の未来にどういうふうにね、信頼とか夢を持っていただけるのかってことで、自分の事業に巻き込んでいくわけなんですよ。私はインターネットを使ってこういうふうな事業を考えていて、今は種まきの時期なんで芽が出ないけども、必ずこれがね莫大な広告効果を出して、もうねほっといても入金があるようなもうモデルができるんですってことをね、ものすごく切々と説明するわけなんですよ。それこそ凡事徹底してサイトを量産すれば、アクセスがサイト1個につき1日に1アクセスとか10アクセスでも、それが1万サイトあったら10万アクセス毎日取れるんですよというふうなお話をするんですよ。でしかも私はその1万サイトに向かって作業することができますっていうことをねお話しするんですよね。でその他もっともっと長い熱いお話をするんで、要するにこれ交渉なんですよ。交渉して自分の思い通りに相手を動かすことをずっと繰り返していって、その結果お金を全然払わないのに自分のために働いてくれる人を味方にしてるってことなんですよ、うん、でこれがねすごくね、組織統治する上で小さい組織ですけどもものすごく重要なスキルで、人をその気にさせるっていうんですか、うん、それができるとね何がいいかっていうと、こうやって YouTube でもね、 YouTube で人をその気にさせることもできるわけですよ。要するに私がよく言うモチベーターってやつです。本当にね、ワクワクさせてくれる、問題解決のヒントをくれるみたいなね、すごくこの人のお話にはヒントがいつもある、発見があるっていうふうに思っていただけたら、次も見てくれるじゃないですか。で、次を見ていただいたら、さらに次もね、期待していただけるような、そんな情報提供をしていくわけなんですよ。そこにはね、私は、ね、情報提供の出し惜しみがないんですよ。明日のために情報を取っておくってことは全くしないです。全部出し切った状態で、今日お休みってやるわけなんですよ。で、朝起きた時にネタが何もないんですよ、いつも。ネタが何もないところ、ネタがないから探すんですよね。ネタがないから作るんですよ。うん、だからパン屋さんに例えると、朝ねパン屋さんの店主さんが起きて売り場にパンって並んでないじゃないですか。並んでないから作るわけじゃないですか。それと同じなんですよ。私たちは何も持ってないから、だから集めてきて作って、でショールームにこうショーケースに置くわけですよ。有益な情報とか人の役に立てるようなサービスとか置くわけですよ。それを毎日やるってことなんですよね、うん、だから毎日ネタができるわけですから、当たり前のように毎日 YouTube の発信のネタがあるんですよね。だからここを本当にね、誰かのために自分がないところからある何かを作るんだというふうに考えていけるのか、それともたまたま自分の目の前にチャンスがあったらそれを横流しするのかっていう形で全然差ができてくるわけですよね。はい、ちょっとね全然講釈が長くなっちゃってすいません、また話戻しまして、だから法人は絶対作ります。もうそれ以外はないです。で YouTube と FX で、どんな事業をするのかってことなんですけども、これ YouTube とか FX が軌道に乗るまでね、飲まず食わすっていう条件にしか今のところ取れないんで、できませんとしか答えられないんですけども、それはさすがにどうしようかな。誰かに資金援助をいただいていいのか、それとも生活保護をもらっていいのか、うん、それとももともとね莫大な資金があって生活費はその資金を使っていいのかっていう条件が、うん、許されるのかどうかっていう前提にもよるんですけども、まあね、
難しい問題ですよね、これは。その辺ね、どういうふうに FX とか YouTube が軌道に乗るまでどうやって暮らしていけばいいのか、どんな生活の条件がいただけるのかってことが分かると答えやすいんで、ちょっとその辺をね、もう一回設定してもらえると嬉しいですね。今のところは、本当今までお話したように、餓死して終わりですね。それはね、甘いこと言ってもしょうがないんで、もうそれしか言えません。YouTube って結果が出るのに、1年とかじゃ効かないぐらい時間かかりますよ。やっぱりね。相当才能があれば別ですけども、初心者っていう前提なんで、今回。初心者 YouTube で始めて、1年や2年で初心者がね、上級者にはならないですからね。中級者にもならないですね。初心者のまんまですよ、1年2年は。で、初心者を脱するために相当な量の動画アップロードをするわけですけども、初心者なわけですから、当たる動画ってずっと作れないんですよ。で、FX もそうですよね。初心者で始めてしまって、それ時間かかりますよ。私はビジネスの背景とかね、それから FX の投資のセンスとかもともとあったと思うんですよ。それでも1年ずっと1回も買ったことないんですよ。だからほとんどの人が、普通の人をね、本当に確信して、投資もそんなに経験がなくって、初心者で、ビジネスの実績もなければ、投資はむちゃくちゃ難しいですね。FX はもっと難しいです。いつも言ってるように、エンプロイメントがあって、スモールビジネスを成功させて、ビッグビジネスも成功させて、その上で取り組めるのが最後の砦が、インベストメントね、投資なわけですよ。だから、スモールビジネスもやったことがない。ビッグビジネスなんて全然成功させたことがない人が、投資でうまくいくっていうのは、これ本当奇跡なんですよ。だから私はいきなり投資っていうのは、おすすめできないですね。もうそれでもいいんだっていう方は止めないですけども、本当に一個ずつね、積み上げていって、まず地下工事をして、基礎工事をして、土台を作って、1階部分を作って2階部分を作るみたいな家の建築を真面目にしたいんだったら、最初はエンプロイメントから余剰資金を作って、労働者としてね、一つの実績を作る。その実績をもとにスモールビジネスを自分で展開していく。で、スモールビジネスの成功をもとにしてビッグビジネスに発展させていく。で、ビッグビジネスで余剰資金と余剰時間ができるから、やっと投資ができるっていうね、ことにしていかないと、私の伝えるその資金の作り方ですか、は他はちょっと分かんないですね。他にも方法あるんでしょうけども、少なくとも私がそれをやったことがないし、成功の経験がないんで、偉そうに教えることはできないです。本の知識とか、誰かのね、お他人様の誰かの経験として受け売りで話すことはできますけども、そんな無責任なことは私言えませんので、すいませんけど、いきなり投資っていうことになると、いきなり投資で成功した人に学んでくださいっていう形になるんで、中丸トレーダーを紹介するしかなくなります。でも中丸トレーダーはね、私と違っていろんなことで失敗して、めんどくさくって投資がいいやと思って投資うまくいってますから、中丸トレーダーがサイトのアフィリエイトとか YouTube の乱発でなんとかなったってことではないんですよね。いきなり投資なんですよ。だから異質です。で、中丸トレーダーみたいな道を選べないんだったら、中丸トレーダーに教わればいいと思いますしね。ただ私に学ぼうとするんだったら、いきなり投資とかね、本当にやらなくていいっていう感じですよね。どうしてもやりたいんだったら、10秒後になくなってもいい資金でやってくださいっていう、このバカな一つ覚えみたいな私のトークが続くわけですよ。でも結局私が投資の話をすると、余剰資金でもない金額を突っ込んじゃうような、ね、人がいるのは、結局エンプロイメント、労働者としてのスタート地点を本当にね、うまく活かしてない部分が根底にあるのかなと思っちゃいますね。だって労働者って月給20万だったら、いきなり30万とかのね、出費とか考えないと思うんですよ。で、余剰資金、要するに、20万円で生活資金抜いたら、自分の自由なるお金が毎月2万円だよねって言ったら、3万円とか5万円の買い物って1ヶ月のうちしないと思うんですよね。2万円をちょっとずつ使っていって、余った1000円、2000円を余剰資金として、銀行口座に入れるのがやっとだと思うんですよ。これはバカにするわけじゃなくて、本当にそれがやっとなんですよ。私もそういうところから来てますからね。だから私しつこく言うんですよ、こういうこと。ということなんで、ちょっとあんまりね、スパッとした答えにならなくてすいません。これはね、すいません、ここまでが限度ですね。答えるのが限界です。すいませんけども、この辺で今回は勘弁してください。塾長ならどうするということなんですけども、ここでね、一瞬でお金持ちになりますよと。初心者でも YouTube と FX をこう組み合わせたら、3ヶ月後にね、月収100万になりますよってものがあればいいんですけども、ありません。ありません。私がね、このインターネットとかビジネスの世界、どこを見てもそういうのはないです。ないんで、そういう夢を持たない方がいいと思います。そういう夢を持つと隙ができて、1円も払わずに1億円が稼げますよっていう風な情報を見ちゃうんですよ。ああいうね、タイトルのものって見る価値もないんですよ。そうならないんで。なるとしたら0円と言いながら、いや、実はここで30万円です。実はここで50万円ですっていう風に、結局ね、参加してから吹っかけられちゃいますから、気をつけた方がいいと思います。もうね、散々懲りてると思いますけども、懲りてるんだけども、次は大丈夫なんじゃないかなっていう風な、
まあ、いわゆるね甘い考えに、まあ、詐欺師たちは群がってくるわけなんですよ。ね、私のところにいくら詐欺師が来てもね、この私の今までずっと話した前提があるんで全然通用しないってことなんですよね。もう話も聞かないって感じですね。もう顔見ただけでお前は詐欺師の顔だって感じで、もうね人を見た目で判断するところまで来てますからね。まあ以上でございます。本当に今回はすいません、あんまりいい答えじゃなくてすいません、しかも長くってすいません。